で神様のこう代理戦争みたいなところが認識あるから、でこれポセイドン、ポセイドン必ず牛が出てくるから牛といるから、ね、手下はいるからああ、うん、だってこれは象徴的なものって突然で、このこれもアポロがここから出てくる。アポロはね、これはね、あのトロイア川の味方です。あのパリスがパリスの審判っていうのがあるんですよ。これの出だしがパリスの審判だから、ここで金のリンゴをあのヘスティ、あの要するに3人、アフロディーテとそれからアテナとヘラとの間に投げ込んで、一番美しい女の人にあげますと言ったらでそこで、パリスがそのやつをゼウスから預かってのアフロディーテに捧げちゃうわけ。それがことの発端で、それを与えたご褒美にヘレネをあげましょうというので、これをよそのスパルタの国王のとこからかっさらってくるわけです。そこでトロイア連れてっちゃうもんだから大戦争になってくるという、そういう話にしてやる。史実はね、トロイア戦争があったことは事実だけれども。